金広市一は大韓民国の軍人、外交官、政治家。父名は金広市美。別名は蔡聖平。中国名は大竹市、大椅明けぼの、大福高。本願は金海金氏。郷は椅つ明けぼの。金広市、金広市一、金広一,一とも表記される。老いに金秀屋がいる。日韓併合寺。 中国に亡命して大韓民国臨時政府に属した独立運動家の一人。大韓民国成立後は韓国陸軍に入隊し、朝鮮戦争初期の遅延戦において重要な働きをした。北世紀政権時代は反対派野党の精神的支柱として重きを成した。百九十八年九月十三日、平安北道、立川郡、八日面を衝動に金振り。 県の三男として生まれる。父が運営していた、私塾、風、谷一市で、小学生家庭を得る。中国に渡り、新洋の小生変門外両党学校高等科に入学するが、差別によって一学期だけを得て帰国した。1918年春、独立運動科の総番職が校長であった、五三学校を主席で卒業。卒業後、 リノボル・カオルの推薦で航海未知の新学校の教師となるが、公日活動で警察に逮捕される。出国後、兄の金広氏翼や御三学校で同窓だった金賞の助けを借り、1918年9月に上海に亡命。1918年12月、韓国臨時政府と中国人の知人の助けを借りて、紀州陸軍工部学校第2期に特別入学。 奇襲陸軍公部学校不評価と奇襲陸軍実施学校参謀陛下を卒業。奇襲県軍総司令部特務大隊配長、副官などを歴任。1920年第二次五方戦争に機関重症隊長として参加。奇襲軍内部の政治的対立が激化すると軍を去った。1920年12月に奇襲を離れ臨時政府を訪れる。 そこで、ロハクリン軍無総長の指示に従い、1921年3月に、上海を立ち調子来地に残留していた255人から、なる軍備団を説得して引率し、ソ連の遠藤革命軍と合流するために、今へ向かった。5月10日に、今へ到着し、6月2日に自由市を訪れ、竜、東越から大韓独立軍団の状況を聞いた。大韓独立軍団は、 内部統一さえできておらず、各団体の意見を調整することは不可能であり、統一された軍隊に仕上げられる見込みがないと知らされ、金広市一致はひどく落胆した。劉統越に今に戻って様子を見た方がいいと言われ金広市一致は今に戻った。今に戻ると6月26日に肝心団体の間で武力衝突が起こり、大韓独立軍団は、 壊滅的打撃を受けた、と伝わった。その後、今に逃れてきた、長元英利、ハンク模様やサハリン部隊の僕エルリアラと共に、韓国義勇軍軍事委員会を新設し、義勇軍司令部を設立した。3個中隊が編成され、司令官に、李、第一中隊長兼参謀に、林彪、第二中隊長にハンク模様、第三中隊長に、金広一がついた。 また6ヶ月課程の士官学校が設立され、学徒隊長に就任。この時、金博士一致が所有していた中国軍官学校の教材がそのまま士官学校で使われた。韓国義勇軍は極東共和国軍に合流して、白軍との戦闘に参加した。1922年2月以降、韓国義勇軍は独立不評大隊として、 ハバルフスク周辺の警備を任され、金広市一はこの部隊の副大隊長となった。やがて、リネドの幹部が去ると、金広市一が代わりに部隊を指揮するようになった。1922年5月、極東共和国によって部隊が解体されると、中国領に戻り、高校像、宋氏、県、李英博などと中学校を設立。 1923年9月に中学校が開校し、金広一は中国語、数学、体育を教えた。1924年、トンカの会合で、韓国義勇軍軍事委員会を復活させることが決定され、日本の捜査当局にあまり顔を知られていない、金広一が、マジマロンチンに派遣された。 蔡政兵の名で、論賃の名あずま中学校で数学と体育を教えながら青年組織を引き受けた。教師として活動中に聖が蔡の女性と付き合うようになる。当時は同性同本同士の結婚が許されていなかったので、村では大騒ぎとなり仕方なく、本名を明かした。やがて憲兵の捜査が及ぶと、上海へと退避した。北伐から、 日中戦争勃発前1926年、国民革命軍に加わり、東寺軍総指揮部将校参謀、中高課長。北伐に参加。英長、団長を歴任。1928年の第二次北伐では、軍事委員会軍会所統計課長。北伐後は、五省要塞司令部参謀長を経て、上海平行将軍会課長。 緊急の要請で爆弾を製造し提供したこともあり、桜田門事件で使用された手榴弾、上海天調節爆弾事件で使用された爆弾は、金広市一が緊急に提供したものだった。1931年に満州事変が起こると、臨時警察庁を兼任して、日本の動向を探った。1932年、上海事変勃発により、上海平行省が、 広報に疎開され、第19疎地軍広報庁法課長を兼任する。フランス疎開に滞在し、緊急アン・マサヒロらと連絡を取りながら、朝鮮人を動員して、日本軍の広報拡覧や、情報収集を行った。そして高校不当に接岸していた出雲に、上海派遣司令部が同居していることを察知、出雲を爆破しようとしたが失敗に終わる。また、近畿ともに、 日本軍の飛行規格の庫と軍事倉庫の焼却を企て、次元式の焼夷弾を兵誕機関に雇われている朝鮮人に仕掛けさせる計画を立てたが爆弾が出来上がる前に停戦となったので、計画は妨みになった。上海店調節爆弾事件により、日本の捜査が及ぶと、大一明けのに解明して南京へ行き、場外にある公平学校の副官所長となる。 その後も、緊急と密接に連絡していたが、1935年9月頃に、緊急の戦争を警告したことが原因で喧嘩となり、緊急とは距離を置いたという。1932年10月、朝鮮革命軍事政治幹部学校の設立を、講演。1933年2月、厚生公軍の囲い層に参加。第二祖地軍葬式部長校参謀。 第二祖事軍第百二子参謀主任を歴任。総協作戦を終えると、軍需設計委員に任命。軍需設計委員は、今後の戦争に備えて、その準備作業を計画する役職であり、軍需所は、東南臨海地域の軍需産業を西部内陸部に移転する計画を策定していた。1934年から1938年まで、中央陸軍軍艦学校の教官を務める。 1934年から、落陽文庫館人特別班に入校した、朝鮮人、生徒、1937年12月から、星子県特別訓練班に入校した朝鮮、民族革命党の青年党員を育成した。これらの生徒は後に、幸福軍や朝鮮義勇隊の中核要員となった。1937年7月、ロザン初期訓練団に参加、軍事組、 第一総体第一大隊に配属され、7月5日から17日まで訓練を受けた。また訓練を受ける他に経理所副所長を兼任し、訓練終了後もしばらくは経理所に残った。日中戦争1937年、シナ事変が勃発。翌年夏、ラタクエによって第102市に派遣され、参謀主任に任じられる。 1938年の武漢海戦で第102は南昌北方の徳安で第106師団と交戦し大打撃を与えた。1939年1月、東合県で編成された共同体主任を兼任して反、肺の国間人員を養成した。日本語にも精通していたため戦場で捉えた捕虜は金が尋問した。1932年2月、 捕虜にした日本航空隊の偵察員を尋問して得た情報は第二戦区司令長幹部が参考にしていた。1939年、第19集団軍小進参謀所長に就任した。第19集団軍は南小西側の防備につき、南小周辺を警備していた日本軍第34、師団を悩ませた。1941年には、 近郊作戦に参戦した。近郊作戦初期は、第19史市長代理を務めている。1941年12月から1943年12月まで、中国陸軍大学特別班第6期に在学。同期には同じく、朝鮮人の僕はじめまさ、一期先輩に、蔡陽徳がいた。1944年春、中国青年軍編連総幹部。 小進参謀所長。参謀所長に、偉人僕が就任すると、軍務所長。1945年6月、中国軍を退官し、幸福軍総司令部参謀長を務める。当時、幸福軍は、李政権の韓国独立党と、金元宝の朝鮮民族革命党に分かれ、対立していた。金広市一は、金元宝派であったため、 韓国独立党は、金の参謀長任命に反対しており、就任後も解任を主張していた。これに対して、金元宝は、金広市一致を解任したら、幸福軍内の民族革命党員をすべて退去、させると勧告した。金広市一致は、蒋介石と交渉して、幸福軍に対する臨時政府の総推計を確立。王赤ル兵団長と合作して、幸福軍は、 第74軍と共に武漢奪還作戦に参加することを計画した。これによって、対日参戦を具体化する目論みであった。緊急主席、金元宝軍務部長、劉東越参謀総長、李聖天総司令官が収集され、臨戦軍事首脳会議が開かれ、実行の承認を求めたが、米軍と合作し、日本軍の後方でゲリラ戦を展開した方が、 効果的であるという意見が出て、対立、最終的に承認されなかった。その後、日本幸福の方を聞き、金広市一致は、臨時政府が連合国の一員として参戦することはできなかったと、嘆き、そして、朝鮮はこの先どうなるかと憂えている。終戦後終戦後は、中国軍に復帰して1945年12月に、東北保安司令長幹部、 高級産冒険環境事務所長。東北環境の保護と朝鮮への帰国に尽力した。東北部では、定一県などの元満州国軍将校が集まって、新疆保安司令部を創設して、軍人とその家族が400人ほど残っていた。新疆保安司令部の代表と面会した金は、満州は国府軍と中京軍の一大決戦場になるので、軍事経歴を積んだ。 人たちを犠牲にせず速やかに帰国しなさいと勧告した。東北環境の独立国家の友好国民としての待遇と永住の許可を目指して様々な活動を展開し、司令長官の森一名に東北環境は絶対に強制送還をしない、私有財産を認定する水田農民を保護する韓国共民会を設置する等を提案した。また、東北地区における 移住の法的根拠を作るために反共処理弁法を作成し、東北政務委員会に提出した。東北の実力者である、京伊佐を調査区長の反対を受けたが、韓国に同情的な中国南部出身の一部の政務委員がこの法案に積極的に賛成したため、1946年4月に反共処理臨時弁法が成立した。また、 東北環境事務所が設置され、金広市一が所長に就任した。しかし、韓国臨時政府中派な代表団が金広市一を強く警戒して、国民政府に所長職の撤回を求めた。これは、中派な代表団を主導する韓国独立党と対立関係にある朝鮮民族革命党に金広市一が所属していたからであった。 中華代表団団長の牧さんよくは1946年12月3日に小庫警備司令部宛に金広志一致の行動は共産党と同様であるとの告発文を送った。同年9月、反共処理は中国外交部中東北特派員公所の管轄となり金広志一致は南京に転任した。共産主義者の疑いをかけられたが、1947年2月の 東北保安司令庁幹部の調査で、韓国独立党の報告は、事実無根だと判断した。1947年5月、国防部政治部専門委員。1948年8月、小解析の手紙を携えて帰国。韓国軍入隊陸士学校長、時代1948年12月、韓国陸軍入隊、任順承。 1949年、陸軍士官学校校長、認証書。1950年6月、参謀学校校長。朝鮮戦争勃発1950年6月25日、朝鮮戦争が勃発し、翌26日午前、西平徳参謀総長、猿カ片ギ国防部長官は、軍事経歴者緊急諮問会議を開き、劉東越、李反石池聖店。 金石元、そう、パラコへ、金広市一致が招集される。会議は、偽政府方面の戦闘方針についてであった。再平徳、サルセイカタギは、ソウル腰を唱えたが、金広市一致は、偽政府の戦況を危ぶみ、戦争指導方針の確立を強調、観光の線で戦うことを提案した。これに、李石、李天金石同意したが、 西平徳と猿聖方ギはソウル腰を変えなかった。27日正午過ぎ、陸軍本部により戦略指導班長の職務で第一師団を視察。金広市は第一師団が健在で反撃の計画まで立てていることに驚いたが、犠牲府方面の戦況について説明し、観光依難まで後退することを進めた。しかし、第一師団は、 陸軍本部から依然として、ソウル勢力の死守を命じられており、金広市一も、そのような権限はなかった。そのため、陸軍本部に戻り、再平徳に第一師団の状況を伝え、同師団に交代命令を出すように進言したが、命令は変更されなかった。6月28日、リアタルシュンと再平徳で状況の収集案を、協議した結果、 金広市一は主教で部隊を収集して観光の防御を担当。リアタルシュンは水原で部隊を収集して前方に輸送支援することに決まった。当時、韓国軍指導部は、韓兵士たちは度重なる戦闘と撤退で疲労困憊であり、収集された人員も一個連隊の自兵力が一個大隊にまで減少していた。軍事面では観光橋の爆破によって、 師団の補給品を乗せた1318台の車両すべてが観光遺北に取り残され北朝鮮の手に渡った。このような悪条件の中で司教地区戦闘司令部の司令官となり配送する将兵を収集して根性首都師団、根性第二師団、根性第七師団を編成し観光を障害にして北朝鮮軍を阻止した。金広一将軍は 当時、ゾロゾロと下がってくる部隊を収容し、大体に再編成して、観光南岸に配備していた。この必死の指導、困難な措置のおかげで数日、誠に、貴重な数日を稼ぐことができた。この金将軍の功績は、どんなに高く評価しても評価しすぎることはないと思う。略前7月3日、北朝鮮軍が観光をとかし、 陸軍本部の命令で7月4日に暗用で北朝鮮軍を阻止しようとするが、防衛部隊の実態は約8000人ほどで方も、重火器もなくわずかついたちで、水原は陥落する。陸軍参謀総長となった定一県は韓国軍を再編し、死境地区戦闘司令部は第一軍団となり、霊下に第一師団、第二師団、首都師団であった。 金広市一は引き続き軍団長を務め、落東港までの交代戦を指揮した。7月の交代戦7月6日夕方、陸軍本部の命令によって第一軍団は、第一師団を影城、首都師団を鎮側に急破し、第二師団を予備に控えを消した。首都師団と第一師団は、北朝鮮軍と交戦したが、左翼のアメリカ軍が撃退されたため、第一軍団は、 首都師団に交代、第一師団に敵を地帯させながら、演寿んを経て、米印方面に交代するように命じた。7月10日、敵と交戦していた第一師団、首都師団は撤収した。その後、第一師団はたびたび待ち伏せで敵を撃退した。7月11日、首都師団は、第18連隊を美古戦南岸に残地して主力は、清州に交代した。 夜に第一軍団の作戦会議が開かれ、軍団司令部を法案に下げ、首都師団をもって、清州南側の高地帯を防御させ、第二師団をもって、鳥、松室院方面に備えることになった。死体戦闘を続けていた第一師団には、なるべく園児さんを長く確保した後、米院に交代するように指導した。7月13日、第一軍団は、 清州北方まで迫った北朝鮮第二師団に軍団砲兵の集中射撃をした。北朝鮮第二師団は約800人の死傷者を出したが南下を続け首都師団と交戦した。7月16日に左翼のアメリカ第24師団が撃退されたため首都師団に法案付近への交代を命じた。7月17日第一軍団と 第6師団の感撃をついて北朝鮮第15師団が招集に向けて南下していたため陸軍本部の命令により、第1軍団は第17連隊を化け根以上に急破して南下する第15師団を阻止し、首都師団を東部方面の安藤に転身させた。さらに、第1師団を法案招集正面、第2師団を法案、交換同正面の地帯を命じた。七月末、 第一軍団司令部は東部に移動し、再編成により、霊下部隊は第八師団、首都師団となった。普山共闘歩の戦い8月1日の安藤鉄収作戦で大損害を受けた。8月中旬、固形、安行の戦いで北朝鮮第十二師団を殲滅した。その後の慶州の戦いでは再編された第十二師団に苦戦し、27日に再び、 固形を占領された。9月1日、軍団長を解任され陸軍総合学校校長となる。理由は、京州方面に投入されたジャクソン主体を指揮していたジョン・コールター少将の前進命令を受けたが、命令を聞かず、部隊を動かさないので、アメリカ軍に指揮官の交代を要請されたためであるという。第三師団長の近籍元も一緒に解任されており、二人とも、 韓国軍内でも数少ない正規戦闘の経験がある指揮官であったため、この人事は当時でも疑問視され、国会では派閥による人事措置と批判された。これに対して、サルセイカタギは第8軍司令官大川中将の権威を受け入れたためだと明かし、ムチを大使はこの状況をアメリカ国防省に報告した。近赤玄はこのことについて老兵の班で、 金広市一少将を後方に配置し、金城一巡将が軍団長になったのには、あぜんしいろせざるを得なかった。いくら好意的に解釈しようとしても判断に苦しむ、処置であった。と書いている。1951年3月、任中将、予備役編入。李正番の台湾訪問時。左から紹介席、金広市一、李昌番西ドイツ訪問時。 右から2番目の人物が、金広市一市1951年10月、李藩席の推薦で中中華民国大使に任命。反共外交強化に尽力した。中韓国大使の小育林と協力して1953年に、李正万の台北訪問を実現させた。1960年、帰国。1961年、5.16。 軍事クーデターが起こると外務部長官に就任。対米関係正常化に努めたが軍事政権と足並みが揃わず外務部長官を退いた。同年12月、在京軍人会会長。政権民間以上を要求していたが、1963年に、僕政規が、1965年7月14日、近在春、僕平権、僕窓川明、白前鎮。 総高たさん、尊厳一、超特賞、李、総強一万、蔡慶六ら予備役将軍と共に、日韓協定の反対声明を発表。デモによって、学生と軍が衝突する中、8月27日には、国軍将兵に送る交代文を発表。国軍将兵が申請な国土防衛の使命よりも、執権者によって、国民や、 国家の利益に反する目的で動員される悲しき事態に至ったとし、失権者たちを反民族行為者であり、民主主義に逆らう反国家行為者だと急断した。また、国軍将兵には、どんな状況でも愛国国民に銃を向けてはならないと訴えた。同年8月に大統領に対する名誉毀損で起訴されたが、釈放される。国中では、 急性中水炎にかかり、危うく死にかける状態であった1967年、新民党候補として、ソウル朝浦区で第7代国会議員に当選。1970年1月の党大会では、非主流派の支持を受け議長に選ばれた。同年7月に、ベトナム、タイ、カンボジアの軍事、経済を視察する。同年10月、西ドイツ会議長の招請により、 ドイツに訪問。1971年5月、陳山波動では、新民党党首権限代行に衰退。同年、第8代国会議員に再選して、新民党党首。1973年1月、新民党を離党して、民主統一党を常任顧問。1977年5月、幸福会会長。北世紀から支援金を多く恩を引き出し、 幸福会館を設立。このような業績から会員の指示を受け、1979年6月、第7大会長に衰退され、全羅南道支部、全羅北道支部を増設するなど活躍した。任期中の1980年8月に死去。当初は社会層で葬儀には、蔡盛守秘書室長、全都館国防常任委員長、ジョン・エイ・ウィッカム財官、 国連軍司令官、理工生など約1500人が参加した。1985年10月、KBS で金労障害を描いた特別企画ドラマとして、五世将軍、金広一氏が放送される。1999年8月、大韓民国国家法君所が8月の今月の独立運動家に選定。2000年7月、戦争記念館が 7月の五国人物に選定。2015年に1月、大韓民国国家法訓どころが1月の6.25、戦争英雄に選定。2018年1月、母校である五山高等学校に共造が建てられる。2020年6月6日、ムンジェイン大統領は大田秋田大院で行われた追悼式で金広市一に言及した。2020年8月、 戦争記念館が8月の五国人物に選定。陳川の戦いでは首都師団から全く報告がなく心配で3回ほど特選に行ったという。またある将軍の証言によればあれでは大隊長は務まっても師団長は務まらない。すぐ帰ろとまで漏らしていたという。8月7日に金石玄は首都師団長を解任され第三師団長に転舗した。 安藤撤収作戦で大損害を受けたことが原因だと言われているが、金広市一致によれば、軍団の命令を聞かず、清少地区で奇襲を受けたことから、全く意思の疎通ができず、行末も案じられたので、この際思い切って、師団長の皇鉄を上進したという。なお公認には、首都師団長という名にふさわしい人、勇敢な人、いうことを聞いてくれる人という三つの条件をつけた。 ある時、軍団司令部で、猿聖片木長官と、金赤原将軍の、やはり日本の軍隊を連れてこなければならないという、話を偶然聞いて、何の話をする、とどなったという、ありがとうございます。